アグスタ A109 イタリア陸軍の A109CEM アグスタウエストランド O109 はイタリアのアグスタ社で開発生産されたヘリコプター現在はアグスタウエストランドが開発販売を行っている軽量の総発多目的ヘリコプターである単発機であるアグスタウエストランド O119 コアラは本機をもとに開発された1960年代アグスタ社は A109A をターボシャフト単発機として開発を始めた。まもなく1967年にはエンジンをアリソン 250C14 総発とするように設計変更された。軍用型の A109 バイトは開発されず、開発は民間ビジネス用の8座席の A109C に集中された。最初の3機の試作機は1975年4月まで待たねばならなかった。 1976年から生産機の引き渡しが始まり、救急輸送や創作用途において成功を収めた。1975年、アグスタ社は一時は撤退した軍用の開発に再挑戦し、1976年から1977年にかけて5機のアメリカ製 BGM-71 と対戦車ミサイルを搭載した試作機が生産された。 A109 の胴体は、ポーランドの航空機メーカー PZL シフィドニクによって製造されており、2006年6月には500機目の胴体がアグスタウエストランド社に引き渡され、同社との提携10周年記念マーキングが施された。2008年夏にスコット・キャスプリーウィッツとスティーブ・シェイクが無改造の A109S グランドにて、平均時速 136.7km の ヘリコプターの世界一周最速記録を作った。さらにニューヨークからロサンゼルス間での最速ヘリコプター記録も作っている。A109A 最初に生産された形式。アリソン 250C20R ターボシャフトエンジンを搭載する。1971年8月4日に初飛行。A109 はイルンドと呼ばれたが、数年でこの呼び名は捨てれた。 A109AA はイタリア陸軍における軍用型。A109A マーク2民間用。A109A の改良型。A109A マーク2マックス。A109A マーク2を原型とする救急。患者輸送型。単価を横向きに搭載するためキャビンを拡幅。後部に上下開きの搬入ドアを備える。A109 バイト生産されなかった。軍用版。A109C8 隻の民間型。 アリソン 250C20R-1 ターボシャフトエンジン搭載 A109CMAX A109C を原型とする救急患者輸送型 A109D 試作のみ A109E パワー民間用の性能向上型プラットホイットニーカナダ PW206C ターボシャフトエンジンを搭載追加選択としてチュルボメカアリウス 2K1 ターボシャフトエンジンが用意されている A109E パワーエリート A109E パワーの胴体を延長した形式。イギリス空軍が導入したオートパイロット、軽機着陸装置、GPS などが追加され、グラスコックピットとナビゲーションシステムをパイロットの2座席とも備える A109 ラ A109E パワーを原型にした軍用系汎用機。南アフリカ共和国、スウェーデン、マレーシア、ニュージーランドで運用中。 アメリカ沿岸警備隊で運用されていたメガ MHz-68A スティングレイ MHz-68A スティングレイアメリカ沿岸警備隊採用の A109E パワー2008年まで発揮が近距離密輸送し任務用としてヘリコプターインターディクションタクティカルスカドレンジャクソンビルで運用されていた後任はユーロコプター MHz-65C A109 系航空性能を向上させた軍用型。シュルボメカアリウス 1K1 ターボシャフトエンジンを搭載。グリンデルワルト近郊に着陸中のスイス。航空救助隊の A109 系 2A109 系 2A109。軽減系の民間向け高温高地性能向上型。大半の A109 派生型と違い固定車輪を備えている。警察、捜索救難及び、 航空患者輸送に使用される、スイスレガの要望により作成、A109M 軍用型、A109KM 軍用航空性能工場型、A109KN 海軍型、A109CMA109C ベースの軍用型 A109、グディフ A109E パワーのイタリア財務警察向け、A109BA ベルギーリック軍向け、A109S グランド A109、 S, S グランド民間向けエンジン強化型。フラットホイットニーカナダ PW207。ターボシャフトエンジンを搭載。キャビン延長。メインローター系短縮。チップデザインを変更。O109SP。ダヴィンチの機内 O109SP ダヴィンチスイス。航空救助隊レガの要望により。A109S グランドをベースに。航空救急用として開発された。高度性能向上型。 胴体の短縮、複合材の採用、固定脚採用による足引き込み用油圧装置の削除、等により 110kg 程度軽量化されている。O109 グランドニューシングルパイロットアイファー、新デジタルグラスコックピット、エンハンスドビナンシステム、新エフィス、シンセティックビジョン、トース、四軸オートパイロット O109 トレッカー O109、グランドシリーズにスキットが付き、 最先端の G1000THM グラスコックピットが装備され、ファデックを備えた最大緊急出力6 0 8キロワットの PW207C エンジンを2機搭載。2016年末のヨーロッパ航空安全庁の形式証明取得予定。A109 の中国向けで、小川引き工業講師がライセンス生産する。フォークランド紛争では、アルゼンチン陸軍が a 百九を投入したが、 内ちにがイギリス陸軍に露覚され、以降2009年に退役するまで SAS の支援任務に使用されていた。現在はイギリス空軍がイギリス王室の輸送用に新造機を運用している。1988年にベルギー陸軍に A109 を売り込んだ時に5000万フラン以上を増売した。NATO の事務総長が辞任する事態に発展する。開発国であるイタリアの警察。 消防をはじめ、各機関で運用されている。日本国内では、政府機関、民間問わずに使われている。主な使用先として、警察、ドクターヘリ、プライベート機などがある。北海道警察航空隊銀霊1号また、鹿児島県、ドクターヘリとして、A109E と A109 グランドニューが1機ずつ、導入された。社会医療法人緑泉海媒生病院も、医療ヘリとして、 同期を導入している。警視庁が、O109 トレッカーを2期発注したと2016年6月17日に、レオナルド・フィンメカニカが発表した、ニュージーランド空軍の A109 イギリス空軍の A109E パワーエリートアグスタ A109 サンメンズ出展、クガスティウェストランド、ゴジラ・ゴジラ冒頭に、モナーク所属の機体が登場し、セリザワイシロー博士らを、フィリピンの採掘場へと輸送する。 ジュラシック・アールド・インジェン社のセキュリティ部門のエージェントを、イスラヌ・ブラル島まで輸送する。エージェントの一人はキャビンから、H&KHK417 を射撃して、ディモル保存を撃ち落としており、射撃能力の高さを固辞している。グランドセフト・オートシリーズ、GTA、トボグッド、スウィフトの名称で登場する。機体に派手なヤギ座のマークとテールブームに、サント・キャプローの文字が入っている。関連した。 開発競合する航空機関連リスト、ありがとうございます。